どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで、続きをやっていきましょう。テイルズ・オブ・デスティニー。続きや、はい、あ、この化粧道具はチェルシーのだったんだね。あれ、失礼いたしました。はい。さあ。の街って遠いんですか、うん、途中で腹が減らなきゃいいけど。そういうこと言うなっつの。スタン君にこれをあげよう。ほう。フードサックだ。何、フードサックって。え？何これ？自動的に料理が出てくる不思議な袋。何それ？超欲しい。食費が浮く？フード補充し忘れに注意しよう。フードストラップ4個装備可能。はぁ、あ。おにぎり。おにぎりが出るストラップ。はいはいはい。旅のお供に最適。はい。これがあれば、戦いを終えた時に回復してくれる。え、マジで？え、超嬉しいじゃん。街でフードを補充することで、繰り返し使える優れものだよ。なるほど。毎度毎度街でそういうフードを補充すれば自動で回復してくれるんだ。さて、行くとしようか。ジェノスの街は南西の方角だ。南西の方角ね。とりあえずじゃあちょっとやってみましょうか。アイテム、これだよな。これの、これか、フードサック。はい。これ使うだとないこれ。使うで、あ、なるほど。これで、フードサックにおにぎりみたいな。すると、はぁ、あ、全員の HP が 80% 以下だと 10% 勝手に回復するみたいな、そういうパターンなのかな、きっと。まあ、持ってりゃいいってことでしょうね、おそらく。うん。いや、助かりますよ。おかげさまで。よし！じゃあ、早速ね、じゃあ、行きましょうか。南西の方角へ。こっちでいいのかな？雪国なんだか脱出したいな。なんか同じ背景でどうも。あ、こっちでやってんのかな？おーっと、来た！クローベア、モフってなんだ？モフ。聞いたことねえぞ、モフなんて。ちょっと、あれやー、くれー、攻撃の余地を与えない。あー、あ、結構飛ぶね。なにこれ、え、なにこれ、生き物か。あ、ちなみに今回から視点を変えまして、仲間のキャラクターが映るようにしました。全員こう戦闘中は、あ、ほんとだ、フード回復。あ、か、これで自動で回復すんだ。オベロナミン C、 ありがとう。ということはこっちですな。だからこう、意外と画面に映らないところへ行ったりするのもいいかもしれないですね。回復してくれるもんで。うりゃー、くれー、あ、痛い、痛い。よいしょ、爆裂、爆炎剣いいね。かっこいい。炎の剣ってなんかいいっすよね。こっちかな。おわーっと、さあ、南西ちょっと聞いてみようか。ジェノスの町は、森を抜けた先にある。どっちなんだろう。あー、こっちかな、じゃあ。あ、ちょっと聞いてみよう。どんなお仕事？ウッドローさんのお父さん。あ、これ気になってた。何してるんですか？何？そうだな。うん。大勢の人間を束ねる仕事。はあ、はあ、はあ。言えばいいのかな。なるほど。うん。親方みたいなものですか。うん。そんなことを言われたのは初めてだよ。はあ。的を置いているかもしれないな。親方、なんだろうね。ここセーブポイントだから、あ、こっち来ちゃった。こっちはでも違うだろうな。降りてみましょうか、とりあえずこの山を。うん。降りりゃなんかあるかもしれないんで、ちょっと。あれや！ CC が溜まれば痛い！これ、だから逆に言えばこうやってなんでしょう。お互いに、なんか攻撃できるように、挟み込むっていうか、挟み撃ちすればいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。あ、行き止まりだったぜ。ということはじゃあこっちか。おい。まあ、最悪なんか道が違ったらなんか教えてくれるでしょう。あ、あるじゃん、アイテム。あちゃんと分かってるじゃないか、俺がアイテムを取りに行こうってすんの。こうやってやれば、おい、お互いに。あ、いいね、効率いい。楽勝だったな。楽勝、余裕。じゃあアイテム取って、何？ 100 ガールド、悪くはないが。これちなみにフードっていうのは買うのかな、街に出たら。どうなんでしょうか、ちょっと気になりますが。下だろうな。はい。結局だからさっきの道と繋がってたっぽいね。あーら、モフ。あー、なんかモスだな、どちらで言ったら。モフというよりかは、なんか、なんていうか、昆虫、ガに近い何かだろうな。うん。お、あ、オベロナミシ、あ、美味しい。あ、はい。なるほど、なるほど。じゃあちょっと使っときましょうか。術技。あ、術技じゃねえや。まだ、あ、でも新しい技覚えてないんだもんな、まだ。うん。魔人剣、爆炎剣ファイヤーボール。これか。あ、間違えた。すいません。これ装備だ。装備で、スタンの装備。はい。ソーディアンデバイス。
の、今3ポイント貯まったから、じゃあクリティカルを、ちょっと得ときましょうかね。これで、クリティカル出やすくなったんで。はい、オッケー。うん。さらに効率上がるんじゃない？あ、アイテムある。取っとこう。はい。フードがいっぱいになりました。あー、なるほど。はいはいはい。こっち、あー、でも行き止まり？あ、行き止まりくせえぞ。なんだなんだ？俺、今まで道間違いこれ。はい。フードはいっぱいでこれ以上持ってません。残念。おにぎりだから結構使ったらその分なんてか良かったんでしょうけど。あれや！いいね、魔人剣。魔炎剣、魔人剣じゃないんだよな。はい。爆炎剣だから。名前覚えないと。超端っこ。はい。やっつけたよ。全然消費しないね、思ったより。やっぱあれですかね、80倍からならないからかな。あ、これははい。あ、ローズマリー、やった。いろいろ、なんか美味しいアイテムがあるみたいですね、見た感じ。こっちじゃないとする。あー出たよ、クローベア。ファイヤーボール、困った時はファイヤーボールよいしょあ、いいね。2連チャンが結構いいね。ファイヤーボールからの爆炎剣。クローベア。そのなんか、もう爪とかどうにかしてくれませんか、怖いんで。はい。余裕。あ、スタンがレベルアップ。レベル9、いいね。こっちは行き止まりだったんだよね。ちょっと戻りましょうか、じゃあ。南西って方角がそもそも分かってない以上はね、難しいですよ、やっぱり。こっちか、じゃあ。おっと。モフ！スカイモフ！すげえ、ジャンピング爆炎剣が結構強い。うりゃ！まあ、これは仕方ないな。レベルアップ。はい。さあ、こっちだ。セーブポイントがあって、この先。さっきこっちがないと思ったんだよね。でも絶対なんか、もうこうなったらこっちしかないもんな。はい。ラフレンズ。10枚。結構後で売ろう。たくさん。こっちが正しい。あ！あ、またか、敵。多いなぁ。うれぇ！ファイアボール！やっちゃうよ。あ、結構でも、やっぱりこう、レベルアップしたせいか、体力は、ダメージが増えてきたね。いいっすね、なんか。はい。こっちだろう。あ、アイテムだった。なんだ？ホーリーボトル。はい。まあ、大事だね。一応、こういうアイテムをガンガン使っていきましょうか。うわぁ！アタックアップ、えい。ファイヤーボールからの爆炎剣。いて。うわあとちょっと、号列からの号列だとか、配列だとか、結構名前がなんか日本風な感じがいいね。うん。こっちか。今、かなりな迷子な状、ま、かなり迷子な状況ではありますが。あ、こっちっぽいわ。ああ、来た来た来た。うん。疲れない雪道歩きで疲れないかね。疲れてますよ。新鮮で楽しいですよ。まあまあ確かに。うん。ウッドローさん。どうしたの？こんなことを聞くと怒られるかもしれませんけど。ああ。ウッドローさん、親の仕事を継ぐの嫌なんですか？親方でしょ？親方っていうか。アルバさんとその話をしてるとき、うん、なんか考え込んでるように見えたんで。なんかあったんかね。もしかしたら悩んでるのかなって。うん。間違ってたらすいません。純粋に心配してるんだね。見透かされていたか。純粋ゆえに。君は物事の本質を的確に捉えられる人間かもしれないが。なるほど。嫌ではないが、うん、疑問には思っている、うん、自分に父の後を継ぐ資格があるのかと。そういうところか。息子の私が言うのも変だが、うん、私の父は立派な人物でね。はいはいはい。今の私では到底お呼びもつかないと思っているんだよ。だからなんか今継ぐのは早いと思ってるんだ。むしろ素晴らしいことじゃないですか。確かに。俺には父親がいないんで。ああ。ドローさんが羨ましいですよ。なるほど。なるほどな。うん。考え方一つということか。ポジティブに捉えようぜ。出過ぎたこと言ってすいません。いや、貴重な意見をありがとう。うん。参考にさせてもらうよ。いいじゃない。ではもう少しだ。お、もう少しなんだ。先へ進むとしよう。はーい。こっちが行き止まりである以上、こっち、ああ、降りるしかないと思ったところにバトル！わりゃー！これ反対側に行った方がいいかもしれない。これ、あ、装備は変えない。よいしょ。こうやって、だから、よいしょー。あと一人。ちょっと危ないぞ。おお、すげえ今！やる！
まさかの思いっきりもう攻撃が直撃しましたけど今。ここもう少し、あ、はい、もう少しだね。ジェノスの町までもう少しだ。わかりました、頑張りましょう。こっちは行き止まりだ。じゃあ反対側だ。おっと、まった、ピヨピヨ、ピヨピヨが結構厄介なんだよな。うわー、これ挟んじゃえばいいんだけど。いけ、ファイアーボール、あ、困った時のファイアーボールは便利。どうだ、あー倒しきれない。でもまあちょっとあとちょっと、よし、あとはピヨピヨ2匹、ピヨピヨをやっつけて、痛い、はい、うん、倒しちゃえばいいんだな。おにぎり、あ、なるほどなるほど、うん、確かに、はあ、なるほど、確かに。こいつだから適度に回復するわけだね。だから、この、おにぎり、なんかこう、食、お兄さん方、行商人、はい。どうも。レンズを持ってないか？ん？よかったら売ってくれよ。めっちゃ持ってるけど。うん。そうだな。引き取ってもらおうか。はあ、なるほど。商談成立だ。うん。いくら？今のレートだと、うん。全部でこれだけだな。ありがとうよ。ほう、へえ、レンズってガルドになるんですね。なるほど。レンズハンターといってレンズ集めを仕事にする人。そもそもレンズって何ってなるんだけど、メガネのレンズがそういうことでいいのかな。うん、うん、じゃあ売ってみましょうか。ちょっと、はい、いらっしゃい。レンズ、売却で、レンズ、レンズ、あれ、あ、これ違うわ。おーっと、あ、これか、レンズ換金か。取引価格5倍だから結構な金なんじゃないこれ。はい、換金します。はい、よろしいです。へえ。あ、限界があるんだね。結構な金に換金できたね。はい、大抵未成できる、覚えておくといい。ありがとう。あ、ついでになんかちょっと武器とか買わしてくれよ。購入、アップル組系だけか。売却するわけにもいかないしな。装備を、あ、そうか、装備買うとかできないこれ。あー、ガーディアンデバイスは今別にあってもだしな。宝石、あ、なんもないか。仕方ないね。はい、ありがとう。結構な金になる。頑張って、あの敵を倒していけば。あ、おお、町だ。ここがジェノスの町だ。まさか町でモンスター出てこねえよな。行くなら、うん、北の門を目指したまえ。はい、私はファンダリア方面へ向かう。ああ、一緒に行けるのはここまでだ。そっか、寂しいな、それは。いろいろとお世話になりました。うん、助けてくれてありがとうございました。元気でな。また今度会いましょう。ん、どうしました、スタン君。君の持っている剣は、うん、きっと特別なものだ。あ、わかります。君がその剣を手にしたことは、うん、君の人生の大きな転機となろう。おお、言うね。はあ、今のまっすぐな気持ちを忘れず、うん、剣にふさわしい人物になってほしい。なるほど、わかりました。剣にふさわしい人物なんて、ウッドロートや。ん、こら、何呼び捨てにしてるんだよ。ああ、失礼だろ。ほう、彼の声が聞こえるなら詫びよう。うん、聞こえないなら関係ない。あ、一応言うんだ。聞こえるのか聞こえないのか。どう、聞こえてんのかな。え、わかんねえ。え、どっちどっちどっち。気のせいか。はあ、我の存在に気づいているように思ったか。まあ、確かに冷静だったよね。考えすぎだよ。うん、気にしすぎなんじゃないか。普通変人だと思うけどね。あの男、とにかくただものではないぞ。うん、物腰にやけに威厳があったからな。落ち着きがあったっていうのは確かに威厳があったわ。間違いなく言えるのは、うん、ウッドローさんがいい人だってことさ。まあ、うん、俺たちは北の門へ向かおう。あの向こうが、あ、ウッドロー、これで一人になっちゃったね。じゃあと、ここ、これ店か、これ入ってみよう。こんちゃー、どうもー。あ、民家だ、帰ろう。ダメだ、民家とかあんま行っちゃ。じゃあ行きますかね。とりあえず北の門へ向かって、はい、北の門。あー、早速到着した。行商人とかいるのかな、あるいは、あ、あるじゃん、ここ。おい、武器、あの、すいません、なんか装備か武器ね、ないっすか。あ、武具、やった、購入。どれ、ストーンアックス、レーザーアーマー。あ、持ってるんだよな。はあ、あー、レザーアーマー、レザークローク。女性の冒険者に愛されてる。じゃあ、男だから、多分ダメなんだろう。意味ないだろうな。今持ってんのは？
防具そうだよね。だから宝石ってなんだろうね。まあなんかあれは買うんだろうけど、一応ちょっとガルド、あ、うん、気づいたら取引は可能だから10個単位じゃないとダメなのかもしれないですね、もしかしたら。まあいやいや、はい、いらっしゃいと、あ、はい、マニュアルの書、何これ。あー、なるほど、マニュアル、選択、戦術書か。まあ別にかな、うん、必要となったらその時にやりますし。おい、じゃあ行きましょうか、さっきの北の門から。おい、早速旅へ出かけるぜ。あー、ちょ、ごめんよ、今引っかかっちゃって。まあはい、待て、うん、ここを通りたければ通行証を見せろ。何、通行証、通行証、うん、そんなの持ってないけど。うん、ならば通すわけにはいかん、とっとと下がれ。なんだよ、うん、せっかくここまで来たのに。どうすりゃいいの、そんなの。強行突破するか。マジか、うん、お前はお尋ね者になるためにセインガルドへ行くつもりなのか。それもそうだね、言われてみれば。困ったな、すいません。うん、困った。え、はあ、あら、この人もどうしたの、女の人。あの、どうかしましたか。なんかありました。そっちこそどうかしたのか。いや、通行証がなくてね。通行証がなくてもう通れないんです、うん、あなたはどうしました。町の近くにある神殿で仲間が罠にかかってしまったのだ。はは、私一人ではどうにもならないので、うん、町へ助けを求めに来たのだが。なるほど、大変じゃないですか。うん、俺でよければ力になりますよ。お、いいね、正義感強くて。本当か、そう言ってもらえると助かる。うん、セインガルドへ行くんじゃないの。ちょっと寄り道みたいなね。困っている人を見過ごすなってのがエルロン家の家訓なんだよ。なるほど、おめでたい家系だな。いいじゃない、うん、まあな。うん、神殿は町の東の門を出て、はあ、雪山へ向かった方にある。なるほど、私の名はマリーエージェントだ。マリーさん、お前は。はい、俺の名はスタンです、スタンエルロン。マリーエージェントってすごいね。ではスタン、はい、マリーがパーティーに加わりました。なるほど、東の門か。え、あら、結構なお姉さん。早く助けないといけませんね。うん、ありがとう。仲間がいるのは町の近くにある神殿だ。神殿に罠って、なんかもうあの縁起でもないな。そんなことやっちゃっていいんですかって感じですけど。これは、こっちかな。じゃあこれは中央街に行くのか。これも出て、あ、そっか、先に食材屋へ寄るか。うん、確かに食材屋行きましょうか。あー、飯の補充はちょっと確かにしたいな。いらっしゃいませ。うん、フードサックを、フード補充ですね。はい、お願いします。ここの愛は私が元、え、世話になることだしな。あざーす、フードが満タンになった、いいね。フードストラップの交換はございますでしょうか。フードストラップ、はあ、うん、フードストラップを交換すると料理の内容を変えることができます。なるほど、例えば料理に特殊な効果がついたり、うん、体力の回復量が多くなったりですね。いいのがあるね。フードストラップはどこの食材屋でも取り扱っております。回復量上がるのはちょっと欲しいな。お気軽にご利用ください。うん、わかりました。ちょっと見てみようか。これか、フードサック、おにぎ、あ、まず買わなきゃいけないのか、購入で。回復量が増えた方がいいよね、正直。いろいろあるのだな。サンドイッチが、これは HP の合計、全員の合計が 70% 以下になると 5% から 15% でランダムで回復。誰かの HP が 65% 以下になると 10% から 15%。 はぁ、まあ、とりあえずいっか。またなんか機会があれば、うん、では改めて、うん、やりましょう。向かうとしよう。へい、おい、行きましょうか。さてさて、神殿は一体、あ、さっき、あ、ここにあるのね。覚えておかないとね。東の門は戻るのかな、こっちだと。フードサックか。うん。私は自分で料理、多分。うん。多分？多分。お客様、お待ちください。何？ただいま、サービス期間中でして。え？お渡しするものがありました。何？お、フード図鑑。今まで食べたことのある料理が載った図鑑。なるほど。うん。わざわざありがとうございます。すませんね、そのサービスなんて。はい。それでは失礼いたします。毎回街に着いたらフードの補充するようにしましょうか。今度こそ神殿ですね。はい。
さあ行きましょう。これはどこへ向かえばいいんだろうな。おおっといきなり一発目早いよ。敵くんの急に来たから焦っちゃって。お、魔神剣カイとか使うの。うわすげえ早い動きが。鬼鬼ってかすごい武器は斧に斧なんだね。神殿は森の中から。仲間が罠にかかって困っている。うん、早く神殿へ行こう。どうやって行くの。前もこの森を通ったんですけど、うん、神殿なんてありませんでしたよ。確かに木々の間に隠れているからな。気づかなかったのも無理はない。マジか。森をしばらく進んだ突き当たり、うん、そこに神殿へ通じる隠し通路がある。隠し通路、なるほど。これ、え、行き止まりじゃね。あ、こっちから行けたわ。引っかかってるかどうも分かんなかった。なんか突き進めばいいんだね。とりあえずそうすれば突き当たりがあるから、そこにあると。モフがピヨピヨってやー、爆炎剣、猛襲波とかすごい技がある。あれ結構ダメージ少なくなってきましたね。なんか食らうような。うん、やっぱりレベルアップが影響してんのかな。おい、おい、いただきました。余裕だね。他人の空に。ああ、じゃあちょっと見てみましょうか。気のせいか。うん、前に会ったことがある気がするのだが。あ、そう。マリーさんの声に聞き覚えがあるような。え、嘘。うん、まあ他人の空にだろ。ほう、よくあることだ。ですよね。うん、そうですよ。ああ、いいのかそれ。これ行き止まりでしょ。で、木々があるところだよね、おそらく。あるっていうのはね。ああ、またかい。黒部屋、本当にこの黒部屋ってやつが怖くてね。こういう時はだから、お互いに頼って、よいしょ、こうやってコンボみたいな感じで二人でね、挟めばいいんですから。魔神剣カイとか覚えたいな俺も。早く痛い。あ、やつけた。うん、結構なんかかっこいいね。なんか決まった時のか、なんかこうかっこ、あ、ここか、この先。ん、雪か。うん、どうしたの。寒、突き当たりまで来ましたね。ああ、これからどうするんです。確かに。え、ちょっと風邪ひいちゃうこのままだと。つい考え事にふけてしまった。むしられてたの俺。雪が降ると昔のことを思い出せそうな気がしてな。昔のこと？どういうと？何？実は私は自分の過去を全く覚えていないんだ。はは、なるほど。なんと、記憶喪失ってことですか。ああ、大変じゃないですか。確かに大変だよ。そうかもしれないな。え、結構なんか楽観的というか、うん、時折何かが引っかかることがある。うん、料理だったり雪だったり。料理、雪、はあ、だが一番可能性がありそうなのはこの探検だな。はあ、あら、絵に文字が彫ってありますね。うん、 DV イニシャルかな。なんだろう、 DV って。これが元々誰の剣で、うん、なぜ私が持っていたかはわからない。はあ、だがおそらくはとても大切なもの、そんな気がしている。なるほど、そうだったんですか。はあ、思い出があるかもね。助けが必要なら言ってください。ああ、俺協力します。お人よし。その気持ちだけで嬉しいぞ。うん、さて、ほう、ここにあったのね。神殿へ通じる隠し通路の入り口がある。知らなかった。わかりました、行きましょう。はい、行きましょう。ということで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。よーうか、元気してるか。その声は。はい、ということでどうも皆様いかがお過ごしでしょうか。レイでございます。はい、というわけで実は今回、私うかとレイくん、この2人で、実況プレイしていきたいと思います。メタルギアソリッドピースウォーカー、うかとレイで、うかレイズという感じでやっていきたいと思います。はい、